どうマイハー、最近目玉焼きにハマってます。アイナちゃんだよ。まあ可愛い帽子だよな。中東でも尋問の時なんかに使われてるんだって。え、ちょっと待って、もしかしてだけどガチの眼球焼きのこと言ってる？いや、それはもはや尋問じゃなくて拷問やないかい。ごめん、唐突なグロ表現にツッコミの処理が追いつかないし、そもそも最近ハマってるって何？ゲームとはいえ殺人側には回りたくないよねー。私にもそれなりに良心、ま、なるようになるか。対応力の高さがおよそサイコパス。まずは適度に餌になりそうな人を選別。発言が二桁はやめてる人間のそれ。いい感じにお仕事してるあの人にターゲットと思ったけど離れてったので他の人が来るのを待つよ。タスクをやってるふりも大事だからな。しかしカップルが来ちゃったのでそそくさと移動。性別わかんねえだろ。空気に耐えきれず退散する姿はまさに私のそれ。涙拭けよ。そして隙あらば COP のごとく緊急会議。隙あらばも何も初会議だろ。頭どうな。おい待て、 COP こと国連気候変動枠組条約締約国会議は年一でしか開催されてないだろ。さすがに聞き捨てならんぞ。唐突な知識お化け。どうやら相棒のシロさんが疑われている模様。まあ私たちはキルしてないし、シロさんが殺した死体が見つかったんだろうな。擁護してあげたいけどいい方法が見つからず暴漢を決め込んでしまう致命的ミス。もうこいつ吊るしていいだろ。まあまだシロさんが確定されたわけじゃないからね。次の会議までに二人で協力すればなんとかなるよ。手遅れですよ。まあ過去は過去のこととしてね。お前は重度の責任を感じろ。おっと、ここで警報が。インポスター側はこの混乱に乗じて殺しを進めていかなきゃきついぞ。思い出せ、あの日の訓練を。殺しの訓練とか怖すぎだろ。ジェンガは横から崩せば勝てる。思い出す意味ないだろその知識。ジェンガのルール知らないやつ。長らく息を止めていたが、ここで解放するとき、息は潜めるにとどめとけ。勝手に肉を選ぶな。ここであったが100秒目。1分半で草。そしてダクトに隠れるも移動方法がわからずアリバイを作れないまま死体が見つかる始末。お前を始末してやろうか。必死にしらを切ってしのぐんだ。まあ現行犯ではないからもしかしたら秒でバレてて草。どうしよう。どうしよう。ここの必死感すごい。株エンジンにいました。騙せるか。俺板の丈夫じゃなくて株だったわ。